こんにちは、サムライジャパンです。 SJ です。さあ、今回は1年を迎えました SARX077、 こちらの最高ですね、シャープエッジドデザイン、これのスピンオフレビューとなります。そして右側にはこれ本レビュー、フルレビューは1年前にやっておりますので、まあ、もしよければご覧ください。今回は SARX077、 ここが良いと、もう良いとこ、まあ悪いところももちろん言いますけれども、メインとしては良いところ、そして悪い部分、よく言われるのが、まあ悪い部分が妥協できれば購入に至るとよく言いますよね。まあそのような、観点から言ってみたいと思いますので、まずはグッドな部分いきましょうので、今回はまあいわばフリートークのような感じで行いたいと思います。ちょっとバラバラっと羅列していきますね。まずはこのデザインですね、シャープエッジドデザイン、このカクカクと切り立った、かつての成功とは違うデザインを与えられています。綺麗ですね。やはりこの研磨具合とっても美しいですね。それからもちろんダイヤル新しいですね。この色は愛鉄と和名を名付けられていますね。そして、サイズが 39mm 以下へダウンサイズしたと。以前は 41mm だったんですね、このプレザージュのプレステージライン、それを 39mm 台へ持ってきました。こちらは2020年の9月発売ですね。ちょうど1年経ちましたね。この使用感ですね、意外と使う場面多いですね。やはりこの、視認性、まず視認性が良い、それからこう使い勝手の良い 6R35 70時間パワーリザーブですよね。このちょっとした差ですけれども、まあちょっとしたかなりの差ですかね、40数時間と比べて70時間、やはり強いですね。あ、まだ動いてると、 OKOK というふうな感じで、あんまり煩わしくないですね。そしてこの、落ち着いた中にあるこのシャープなデザインですね。この針、長針短針、この仕上げ具合が非常に良いですね。ダッドーンといきますね。この秒針ですね、この秒針がとってもやはり仕上げが良いですね。まあこれお値段11万円ちょうどになっています。それからお値引き等々入れますね。ですのでやはり仕上げについてはあまり妥協点がないですね、このダイヤル部分の範囲ですよ。それからルミブライト、ここも新しい部分、そこもこうキラキラと光りますよね。キラ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 と、このあたりが非常に良いですね。そしてこのロゴマーク、セイコーのマークもこのように四角に縁取られて、よりシャープ感を出していると。この長針短針についてももう一度いきますが、このように光を反射すると綺麗にまっすぐピタッと光りますね。このあたりはもう日本の職人さんならではと、という感じですね。そしてルミブライト綺麗ですので、まあ、このルミブライトだけでももう 60% ぐらい OK 買いかなという感じですね。夜非常に使えます。やはり見えやすいですね。そしてこのシンプルなプレザージュとオートマティックのロゴ、そして下にはジャパンと書いてありますね。まあこのあたりは皆さんもご存知かと思いますけれども、この回しやすいリューズクラウンですね、これはねじ込み式ではありませんが10気圧防水を実現しています。いつもの感じです。うわー、綺麗、すごく綺麗ですよね。そして S マーク、こういうあたりは全然妥協がなくて、そしてまあ裏に行きますと、これはもちろん機械式ですので、はい、 6R35 見えてきました。これが70時間のパワーリザーブと
いうことで非常に長持ちしますね、うん、このあたり良いですね。そしてパワーリザーブが足りないと感じてこう巻き上げる時も非常に軽いですね。うん、この軽さっていうのはメイドインジャパンといいますか国産メーカーの特徴かなと思いますね。アツイス製などは圧倒的にこの回すだけでも重たいですよね。うん、まあ逆に手応え感という側面ではいいんですけれども、この日本のこの軽さ、さあこの軽さを追求することに関しては結構日本人は好きなのかなと。で後ほどまあリストショットなどもいきますね。これもう触った部分からまあフィンガープリントがついていきますのでご了承ください。そして、良いところ、このブレスですね。ブレスもこのゴツゴツと、これなんだろうこのさっきからねこれはあえてしていると。そして独立した3連ブレスとなっています。ですので真ん中これ動いているの分かりますか。真ん中部分ちょっと動くんですね。この動きによって、リストに対する装着感の良さ、これが生まれますよね。もうこれだけで素晴らしいなというところですが、あとはピックアップした部分はどのあたりでしょう。そう、サファイアクリスタル、はい、うん、カチンカチン、このあたりは強いですね。そして視認性も本当にフラットサファイアですから、そうですね、角度にすると15度ぐらいですかね。これでもう見えてますよね、単身長身で。あとはダイヤシールドですよ。もうこのあたりは国産お家芸と言ってもいいでしょうか。コーティング技術、ここがすごいですよ。ほんと傷つかないんですね。うん、傷を結構私も、私の場合は、まあ、逆にこうお見せする立場でもありますので傷は割と気にするんですけれど、それでも傷つかないですね。スクラッチガード系は非常に強いですね。このあたりはちょっと埃手垢のレベルですね。うん、本当はツルツルですね。はい、このような感じ、綺麗ですよ。このミラーポリッシュがすごいと、この私のトレーナーのロゴが見えていますよね。ブルーブルーと書いてあるんですけど、黄色で例えばじゃあこうしましょうか。カメラに色をつけていますが綺麗に反射しますね。そのいわゆるザラつ研磨まではいかないんですかね。ただ非常に綺麗な研磨ですよ。このベゼルに関しても美しいと、もう有無を言わさず美しいですね。そしてプレステージラインということで、これは上級ラインになります。ですのでまあ11万円というふうになっていますね。そうで、こうどんなシチュエーションでも使いやすい、これがやはり武器かなと。大きな武器になっていますね。強みですね、ストレングス。やはりビジネスでもプライベートでもどちらでもうまくフィットするようにできています。このあたりは国産メーカー得意分野。コオロギショットいってみましょうか。セットしますね、ゴー。それではコオロギショット最後の一投です。左からギューッときます。うおー、まあさすがのこのルミブライトですね。これ今インデックス上下にこう二重に漢字の2のように見えていますが、上は反射です。反射ですので、まあ実際にはポチッと一つずつになっていますね。12時が少し平べったく、この美しさ、まあさすがですね。このもうそれこそ、この世界シェア 100% の、ルミノバですから、何工業忘れた、後で入れていきましょうか。はい、シェア 100% すごいですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね、まあ、ここは大変に私も満足している。うん、この辺りは素晴らしい。それでは重さいってみましょう。143g ですね。うん、これだと、私の手首まで18センチなんですけれども、143グラム、
使いやすいですね。150以下ですから、まあ通常の重さ、そして適度なこう重量感のある重さになりますよね。あ、つけてるなっていう感覚が実感できる実物的なものです。あ、それからこちらは今も現在も大ヒット中と、SBDC101、 このブラックバージョンですけれども、これも非常に使いやすいですよ。これはもうダイバーズモデルですから、水は何とも何でもないという感じですけれども、これも3連ブレスで非常にこうなんだかんだ言って使いやすいですね。そうで、これもちょっとリストショットいきましょうか。外しましょうね。ずっといつもの距離ですね。これやはり、厚みも12ミリ以下ですから、とっても使いやすいんですね。そしてこうラグが、まあ、横からは見るとよくわかるんですけど、ギュッと下がってますので、とっても使いやすいですので、綿棒くんが、いつもの綿棒くん、これもうグイ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 、きついよという感じで1本入らないですね。うん、 0.7 ぐらいですね。綿棒 0.7、 綿棒 0.7、 はい、拳何個分みたいな感じですけども、そうですね、リストはやはりこうつけやすいですね。でその先ほどご覧いただいた適度な重量感によって、こう持ってる感というのが非常にちょうどいいですね。このあたりが、やはり売れているというところなんだろうと思います。しかしやっぱりバッとちょっと良くないなという部分はあると思うんですね。うん、そこが妥協できるかどうか。でまず第一、こう、ムーブメント、まずいきましょう。もうジャジャ馬のムーブメント 6R35 ですね。これは、いつもの視聴者さんでしたらよくご存知の、6R35 ですけれども、こう1日毎日毎日セイドマラソン、あ、そう、これは伏線回収しますよ。セイドマラソン現在測定中です。 PRX 対抗ですよ。どうなりますか。はい、これ出来上がりましたらリンクは後ろに貼っておきますね。ご覧ください。あ、こちらの SBDC101 についてもリンク貼っておきます。せっかくなのでたくさん見てもらえれば本当に嬉しいです。はい、そう、ジャジャ馬なムーブメントということで、これ前後1日でこう幅が触れるんですよね。ある日はプラス5秒、ある日はマイナス10秒とかというふうに、まあ、結局はやはりこの巻き上げかなと。この6R35の場合ですね、まあ、要するに巻き上げ量が大きいと、精度誤差は少なくなる傾向にありますね。うん、これはもう言えると思います。でパワーリザーブがもう 10%20% の状態ですと、やはり精度は下がってきて、マイナスであるとかにこうドーンと触れる部分がありますね。あとはどうですかね、バッドなところ、あ、あります。はい、ここのブレスエンドの処理ですね。このあたりが少し11万円にしては安っぽいかなと思ってしまうところですね。ここですね、このいわゆるバックルのところ、ここがですね、まあここ見た感じは良いんですけれども、ここ見てください、少し浮いてるんですね。ですのでこの細い、板状のバックルになるんですが、これが少し手に引っかかる、こうちょっと気になる感じですかね。この、まあ、エッジドまさにエッジなんですけども、この角っこがこうやると、ちょっと、まあ、別に怪我をするわけではないんですよ、全然なんだけどという感じですかね。あとはこう見た目のこう、美しさ、このあたりですかね。もういつものいつものという感じで、そうですね、ここもサポートが入っていますので、ちょっと見た感じというのが、あとはここは、いわゆるポリッシュになっていませんので、このあたりもポリッシュ仕上げ、あとは何ですかね、あのこの角を丸めれる感じ、そのあたりがどうにかならないかなという程度ですかね。ですのでこの
ジャジャウマなムーブメント 6R35 ですけれども、まあ、視聴者さんからも お声をいただいておりまして、そのジャジャウマが実は楽しいんですよと。いや、私もそのように思ってるんですよ。確かに精度がこうブレブレなのはどうかなと、信頼性という部分ではどうかなと思いますけれども、確かにこの例えば時計を人に例えてみますと、いや完璧、もう素晴らしい完璧な人、まあいないですけれども、だからこそやっぱり人間ですよね。時計もまあそういった部分がある方が実は楽しいのではないかと。お値段を高めれば高めるほど、まあ完璧な完成度ですかね、失礼しました、完成度は高まりますよね。もう精度抜群であるとか、もう100万出せばまあ十分な満足度が得られるのも確かですよね。ただこの10万円台、10万円以下でもいいんですけれども、この完璧を求めずに時々寝坊する感じのシェアメイトと付き合っていくみたいな、そういうこう楽しさみたいなものもあるのではないかなと。ということで、皆様はいかがだったでしょうか。まあ私の個人的な考えですから、まあそんなことはという方もいらっしゃると思いますので、そういう方はスキップしてください。ということで、私はあんまり完璧を求めない人間と言いますか、まあいいかという本当は思いが強いんですけど、まあいいよねみたいな感じですね。ただまあそういうわけにもいかない場合もありますので、このレビューにおいてはですね、ですのでまあ慎重を期してやっているわけなんですが、個人的な感想としては意外と使いやすいよねと。この意外とっていうのは大事だと思ってまして、なんだかんだとか言いますね、なんだかんだ付き合いやすいなというのが、このセイコーのメリットかなと思っていたりもします。皆様いかがだったでしょうか。ということで今回はスピンオフ1年レビューということでお送りいたしました。いろいろコメントお待ちしております。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは皆様、明日も明後日もご元気でいってらっしゃい。